皆さんこんにちは、あみです。なみです。今日はなみさんに来ていただきました。イエーイ。私も YouTube やってます。橋本なみです。よろしくお願いします。挨拶が真面目だ。知らない方もね、見てるかなと思って、はい、今日はですね、ラッシュのクリスマスコフレをなみさんと一緒に開封していきたいと思います。イエーイ。かわいい。めっちゃかわいい。もうパッケージだけでめっちゃテンション上がる。本当ですよ。もうかわいいもん。めっちゃかわいい。かわいい。こんなんもらったらめっちゃ喜ぶよね、誕生日。なんでもいいですよ。でもねえ、見た目だけでテンションが上がる。じゃあ開けていきましょうか。はい、開けます。こっち引っ張ります。一緒に引っ張る。せーの。初の共同作業。本当だね。メリークリスマスで、あ、入ってるものと、ね、カードみたいな。ちゃんとしてます ね。やっぱラッシュはギフトが有名です、やっぱ鉄板ですよね。鉄板だよね。可愛いから。めっちゃ可愛い。いきます。あー、可愛い。いいよいいよ。まだ見えない。まだ見えません。サッシが入ってます。こういう感じ。ちょっとですね。行こう。あ、ちょっと見えたよ。ちょっと見えた。ジーンジーンだね。サンタじゃない。もう出す。サンタさんだ。サンタだよね。あ、めっちゃいい匂いしてきた。あ、本当ですか。うん。いい匂い。サンタさんでーす。かわいい。かわいい。これ名前がダッシングサンタ。バスボム。ね、あの、確実にこのクリスマスギフトのために作ったってことだよね。そうです。ことは限定です、ね、すっごい怖い顔してるけど。それは言っちゃダメです。じゃあお次、ナミさん好きなの撮ってください。じゃあ、あ、見えないよ。あ、なんかでかい。あ、かわいい。え、なんですか、なんですか。あ、かわいい。クリスマスプレゼントみたいな。かわいい。かわいい。めっちゃかわいい。ポイントね。いいよ。いい。あ、いい。何の香り？いいです、いいです。ちょっと鑑定を。黄金のセレブレイト。黄金のセレブレイト。確かに、あ、キラキラしてますよ、めっちゃ、ね、ライムとかスイートオレンジ系。あ、めっちゃラメが。これラメで体つくやつじゃない？シャイニーな感じが。ねえ、どうしよう。になっちゃうですね。ね、お肌シャインになっちゃう感じだね。じゃあなんかデートの前日。そうだね、そうだね。彼氏と一緒に楽しむから。あ、いいですね。二人でシャイン。男の人舐めちゃうとダメだね。気持ち悪いね。そうだね。あ、でもこれ本当にこの匂いの方が好きかも、サンタさんより。え、本当ですか。うん、私こっちの方が好き。本当。あ、でもこの匂いすごい好き。あ、こういう柑橘系が好きなんですね。うん。並べとこ。うん。じゃあ次。あ、かわいい。サンタ？サンタさんじゃないの？雑すぎてかわいい。怖い。雑すぎてかわいい。ピーピングサンタ。ああ、怖い。でもかわいい。雑雑。かわいい。怖い。かわいい。これイチゴで作るサンタみたい。確かに。そう、イチゴで。作れるの、サンタさん。え、そうなんですか。去年の私のクリスマス料理の動画で作ったんだけど、そう、本当に多分それイメージするよ。だってほら、クリーム挟んでるでしょ、まだ。あれ、ナミさんのパクリだ。違う違う。どんだけ見たの。ナミさんのパクリだ。え、なんかこの雑さはすごい可愛くない。あ、でもわかります。ナミ、こっちよりこっちの方が好き。まあ、なんとなくそっちに愛着湧いちゃってますよ、私は。あ、そう、そう。でもあれだね、これ泡立つやつだね。バブル系。あ、本当です。バブルバーって書いてあるぞ。じゃあそのサンタさん泡になるんですね。そうだね、これだけ。
楽しんで泡風呂一人で泡風呂入ってめっちゃ寂しいんだけどいい好きなのあれなんか普通ですね普通の丸い感じね中に何か入ってたりするんじゃないのえ本当ですかなんかさこう溶けて中から人形が出てくるみたいな労働ゴミスルールバスボムバスタイムはハメを外したって大丈夫だそうですハメを外す一人でどうやったの寂しいことばっかり言うじゃあ最後じゃじゃん普通ですねあ、分かんないやっぱり大きさ違うからこっちなんか入っててこっち入ってないんじゃないえ、ちょっと水に溶かしたいなあ、これあれじゃないなんか花開くみたいな違うかなんか赤いじゃん外国のお菓子のチェリーみたいなあ、わかりますわかります、ね、好きだわ私、ね、それ好きです私はえ、名前超可愛いですよビビデバビデブンですよビビデバビデブン可愛い名前超可愛いこの5点がこっちには入ってましたはい3900円3900円でもデザイン性もあるもんねこれそうなんですよあと期間限定な感じがあるのでやっぱ割高なんですかねうんそうだねってことはそうだよね5個だもんね、うん、割高ですよねちょっとギフトにした方が高いっていう感じでもほんとこのプレゼントの匂いやばい、うん、超いい匂いてか開けた時のこのハッピー感ハッピー感やばい何も変えられないですね3900円くらいだっけ3900円ですねなんかそれぐらいってちょうどなんかさちょっとプレゼントするのにいい値段だよねちょうどいいです、うんね、確かに安くもなく高くもなく自分で買うにはちょっと高い高いそう自分で買うにはちょっと高いでももらったらすごい嬉しいそうですねこれ上にちょっと見えるかなそうですねかわいいのを上にしますじゃあこれ調子だね残酷次これですこれもなんかクリスマス限定なんですけどスノーフェアリーなんか小さめだねそうなんですよ2つしか入ってなくってあ、今日ごめん見る前に開くあ、そうですね見ちゃったよ見ちゃダメだじゃじゃんじゃじゃんあ、まあまあまあこういうパターンそうね、そうですよねそうねだんだん夏になってきてるからカラカラとか言って可愛くなってきてる本性が本性が悪い本性がこんな感じですあ、中の色も可愛い可愛いかわいいあかわいいなんかえでもこの色すごいかわいい入ってくださいあいい香り何これ変わった香りこれ限定ですよへえー、フィアリーキャンディーキャンディーの香りがすごいなんか変わった香りなんかソーダねソーダ分かる分かる飴ソーダ飴のソーダそうですそうですそういう感じの香り今これ期間限定なんであそうなんだ急がなきゃだね急がなきゃですよこれはこれもう一つ洗顔です洗顔なんかこれまたあれと違うんですよ多分カップに入ってるやつとあ違うんだまた別なんですよね確か洗顔レンジャーっていうなんかへえ洗顔レンジャー桃色フルーツキャンディーの匂いがらしいですけどそうなんだしかもこれかわいいあのピンクのこのパッケージにこのピンクのものが2つ入ってるっていうやったらテンション上がる上がるすごいかわいい上がりますねうんこれは1600円1600円結構安くないそうですねこれは結構リーズナブルですねねえほんとちょっとしたプレゼントにいいよねいいですいいですはい、はい、という感じで今回初の、はいラッシュの開封動画でした。ぜひぜひクリスマスの限定しかないものが今すごいたくさんあるので気になる方はね行ってみてください、はい、クリスマスなんで甘い香りとかのものが結構多いんで、はい、ぜひ行ってみてください、はい、私のチャンネルの方で、はい、キャンメイクの持ってるコスメを全部紹介 します、はい、その中でお気に入りのトップ3も決めますえ決めるんだそう知らなかった今まで知らなかった全そうキャンメイクそう今日キャンメイク持ってるコスメ全部持ってきてもらって私も持ってきたんですけど、はいはい、その持ってるキャンメイクコスメ全部紹介プラとその中でも気に入ってるトップ3を私の動画でやるんでぜひ見てくださいぜひ見てくださいはい、はい、ということでナビさんでしたありがとうございましたこちらこそありがとうございましたありがとうございましたではまた次の動画でお会いいたしましょう